はい、エジプト考古学者の河合幸徳です。今回からですね、ラメセス2世という人物の話をしていきたいと思います。この人物は日本では、オジマンディアスという、FGO フェイトっていうなんかゲームのキャラクターにもなっているということで、まあ、私はちょっとやったことがないんですが人気キャラクターらしいですね。で、実際にエジプトに行くとこのラメセス2世は建築王としても名高く、いろんなところに至るところに彼の建造物というのがあります。エジプトの長い歴史の中で実際に大王と呼ばれている、まあ、古代エジプト人の王というのは、まあ、ラムセス2世しかいないです。まあ、その後の時代になってくるとね、アレキサンダー大王とかいるんですけれど、エジプト人の、まあ、人物は、まあ、この方だけですね。今から3300年前に活躍をした新王国時代第19王朝の王、彼は実は長生きもしていて90歳ぐらいまで生きて、その統治期間が66年間、先ほどたくさんの建造物を作ったという話をしましたが、その中でも有名なのがこちら、アブ・シンベル大神殿です。このラムセス2世、話をしていきたいと思います。まずですね、そのラムセス2世が生きたその時代背景について話をしていきたいと思います。こちら王朝史の中でも見たと思うんですが、非常に長い歴史のある古代エジプト、ちょうどツタンカーメンが、いますよね。これがツタンカーメンで、ツタンカーメンのちょうど時代の後に来るのが、ラムセス2世です。で、このラムセス2世はツタンカーメンの生きたアマルナ時代という時代、こことも実は関わりがあるんですが、この話から今日はしていきたいと思います。これもちょっと変わった感じの王様ですよね。目がなんかこんな風になっている。ただこの人物もラメセス2世と同じくエジプトの中では最盛期の王様、黄金時代を作らせた王で、アメンヘテプ3世という王様です。で、このアメンヘテプ3世というのはツタンカーメン王のおじいさんになります。で、この時代エジプトのところにはもう世界中から、まあ、当時のある意味での世界観ですね、世界中からありとあらゆる寄進物なんかがエジプトに集まってきます。そのために彼は非常に力を持ったんですが、彼と共に同じように勢力をどん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 つけていったというのが神官軍です。当時エジプトは多神教国家なんですが、その中での最高神、それがこちら、アメン・ラーという太陽の神です。これは第22王朝ということで、後の時代からに作られたものが発見されて、今現在はアメリカのメトロポリタンに置かれている美しい神の像です。この黄金の像なんですが、本来は2枚の羽というか、ね、羽毛がこう冠として、つけられている神様です。もともとはエジプトの、まあ、ルクソールの地方神にしか過ぎなかったんですが、その後新王国時代になるとエジプトの太陽神と集合してアメンラーとして国家神、最高神にのし上がったのが、この神様ということになります。ちなみにアメンというこの名前ですよね、先ほど出てきたアメンヘテプとか、あるいはトゥトゥアンクアメン、これツタンカーメンの正式な、まあ、ある種正式な発音なんですけど、この名前は全てこのアメンラーから来ています。アメンヘテプというのはアメン神を満足させし者とか、トゥトゥアンクアメンであればアメン神の生命の似姿とか、まあ、それぐらいやはり王の名前にも入ってくる神様、これがエジプトの国家神になっています。ただ逆に国家神として非常に力を持った、そして神官軍が力を持ったということで、これはこの時代実はファラオの勢力を脅かすぐらいの力を持ちます。そのためにファラオとこのアメンラーの神官軍がこう相対するんですね。で、結果どうなるのかというと、そのアメンヘテプ3世の息子、顔がちょっと特徴的ですよね。昔私がなんかガイドをしていた時にね、なんかこの顔でよくアカシアさんまだとかね、なんか小泉総理だとかね、なんかいろんなことを言ってる日本人がいたんですが、通常のエジプトのなんかファラオって同じような顔してるような気がするんですが、非常に特徴的な顔をした人、アメンヘテプ4世と言います。この人がツタンカーメン王の父親になります。
でこのアメンヘテプ4世というのもアメンを満足させるというような名前でエジプトを統治していたんですが、やはり神官との争いが、あったためにですね、彼は名前を変えます。なんと名前を変えるのかというと、アクエンアテン、アテンという神に有益なものっていうのに名前を変えます。つまり彼は宗教改革をして、それまで最高神であったアメンラーの信仰というのを捨てるんですね。そして彼が崇拝し、最高神とした神様というのがこちらです。太陽円盤の神、アテンと言います。普通神様、古代エジプトの神様って人間のなんかこう体してますよね。さっきのアメンラーなんかもそうなんですけど、顔が人間で羽毛というか羽の冠を乗せて体も人間、あるいは顔がホルス神だったらハヤブサのこう顔をしているとか、ライオンの顔をしているとか、ワニの顔をしているとか、この神様はそうではなくて太陽円盤そのものなんですね。これちょっと特殊な神様になってます。この神というのはもともとはおそらく祖先崇拝ということで、実はこれよりもちょっと前の時代、中央国時代ぐらいになると、王様が亡くなると天のこのアテンと合一するというような、そういった思想もありました。そのためにどちらかというと、そのファラオになんか近い、王様に近い、寄り添うような神様がこのアテン神ということになります。そのアテンを最高神に据え、これまで最高神だったアメンラーの信仰というのを捨てて、さらにここからがすごいんですが、このアクエンアテンというのはエジプトの八百万の神々、他の多神教の神様というのの信仰というのを認めなかったんですね。その中でやっぱり一番なんでしょうね、ラディカルというか過激だったのが、冥界の神様であるオシリスの信仰も認めなかったということになっています。結果として彼の宗教改革というのはやっぱり失敗します。ただ失敗をしたんですが、彼は都、自分が住んでいる都なんかも移しています。その都がこちらです。今はもう何にもないようなね、ところなんですが、これテルエルアマルナという、ところで、通常の古代エジプトの何でしょう、神殿というのは大きな門、塔門といいますが、門があって、中には列柱の柱がぶわっと立っていて、そして奥に行けば行くほど部屋というのが小さく狭く暗くなっていき、最後の一番奥、英語ではホーリーオブホーリーズ、日本語では至聖所、聖なる場所っていうふうに呼びますが、そこの中には神のご神体、さっき見た黄金の例えばアモンラのご神体が、鎮座している、安置しているという状態なんですが、ここはそういったものとは違ってですね、一番奥のところにはなんと天井がなくて、高光と太陽の光が照る、まさに太陽円盤アテンをそのまま受けるというような、そういった形になっているという非常に珍しい形です。そのために研究者の中には、このアクエンアテンが行った宗教改革というのは世界で初めての唯一神、これの始まりではないか、あるいはさらに面白い思想というのが、このアテンを崇拝する者はエジプト人だけでなくても、例えばこう異民族、多民族が、他の外国の民が崇拝してもアテンの恩恵を得れるということで、いわゆる今でいう世界宗教ですよね。それの走りではないかというふうにも考えられてました。ただあまりにもある種早かったんでしょうね、この崇拝というのは。結局エジプトには根付かず、アテン信仰というのはまた一つの八百万の神々の一神になり、アメンラーがまた戻ってくるというような時代になります。でここで問題だったのが、彼がもしも宗教改革だけをしてエジプトをちゃんと政治統治していたのであれば問題なかったんですが、彼はそうではなく、結構こう宗教にのめり込んで、外交とか戦争とか国内を統治することというのをもう完全になんかこう放置しちゃったんですね。そのためにもう国内、あと国外も乱れています。結果としてエジプトというのはこの時期いきなり凋落し始めます。でその後ツタンカーメン、
あるいはツタンカーメンの後 の, あのこれは老齢で愛という宰相もいたんですが、このアクエンアテンの都に住んでいたそういったアマルナの王族たちが何とかしようとしたんですけれど、そのエジプトの落ちていく具合というのは戻らず、最終的にエジプトをもう一度取り戻したのがこの人物、ホルエムヘブという人物です。この人物将軍職だったんですね、もともと。で将軍職だったんですけれど、もうエジプトが国内外もうねもうぐちゃぐちゃだったので、彼はある種恐怖政治ではないんですけれど、もうしっかりとした力によってエジプトをまとめようとします。そして彼が一旦ぐっと力によってまとめた時に、自分の息子がいなかったので自分のやはり今度武将に後をつかせます。それがラムセス一族の始まりになります。その後ですね、統治するのがこの人物、ラムセス1世の息子になるんですけれど、セティ1世という人物になります。この人がこれから出てくるラムセス2世の父親なんですね。名前がすごいです。セティという名前です。お話した通りにエジプトの王っていうのはさっきのねアメンラーとかアクエンアテンとかやっぱり神様の名前もらってるわけです。その神の名前に近いような行いをするんですが、じゃあこのセティという名前を持つ王、どんな神様かというと、この神です。これセト神という、実はエジプトの中での混沌の神であり、宇宙の暗黒面を示すっていうすごい神様なんですよ。神話によれば、後の神話によれば、冥界の神、これオシリスの弟ではあるんですけれど、そのオシリスを殺害し、この地上の王権を暴力によって何とか手にしようとした人物、人物じゃないな、神様でもあります。正体不明 の, 動物として描かれています。ただセトというのは非常に力があるもの、まあ、というふうにも呼ばれており、まあ、彼自身の王尺なんかをね振り回すんですが、その王尺の重さが2000キロ2トンぐらいの王尺を振り回して敵をやっつけるという、つまりその乱れている国内をもう一度このセトの力を持って統治するというのが、先ほどのセティ、セティというのはセトのものというような意味になります。そのセティ一世自身が作ったのが、これ王朝の時に出てきましたアビドスというところのこの王名表になります。これは代々の歴代のファラオが76人うわーっと描かれていて、そのセティ一世自身が自分はその一人であると。ちなみにここにはアマルナ時代の先ほどのアクエンアテンとかアイとかツタンカーメンは出てこないです。彼らにとってみれば、彼にとってみれば、ああいった彼らアマルナの王族というのはある種異端の王たちということで排除したわけですね。まあ、それを見ているのがこれから、私が話をしていく主人公ラムセス2世、まあ、名前は書いてないんですけど、おそらくこれセティの息子なのでね、ラムセス2世と言われています。そのラムセス2世、幼少の頃の姿がこちらになります。こう指をなんか加えているもので、後ろにハヤブサの神様がありますが、これはホルンというね、これはカナンの地、今のシリアとかで崇拝されていた神様です。面白いのがこれカイロの博物館に置かれてあるんですが、ラムセスの名前も太陽神ラーの名前をもらってるんですが、円盤がありますよね、これが太陽のラ。メスっていうのはこれ子供の意味なんですけど、座っている椅子、これもう彼自身でメス。あと手に持っているのはこれ植物なんですけど、これスーって発音するので、この実は彫像自身でラメセスと発音するという非常に面白い彫像になってます。次回からこのラムセスについて、いろいろと見ていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん、古代エジプトの良質なコンテンツというのを、まあ、様々な角度から、上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、そして、いいねボタンよろしくお願いします。